本日のテーマは、もうオリンピックなんていらない、クーベルタン精神にのっとり歴史を振り返り、歪んだこの大会をやめるべきだと思うということをテーマにしてお送りさせていただきたいと思います。まずですね、クーベルタン伯爵ということ、オリンピックの開祖なんですが、この方について簡単に紹介していきたいと思います。クーベルタン男爵、ピエール・デ・フレディ、1863年1月1日に生まれまして、1937年9月2日にお亡くなりになりました。は、フランスの教育者であり、古代オリンピックを復興させ、近代オリンピックの基礎を築いた創立者である。一般にピエール・ド・クーベルタン伯爵と呼ばれるフリーメイソン。フリーメイソンっていうのは怪しいですけれども、これから大体クーベルタン伯爵で大体統一していきたいと思います。中にちょっとピエール・デ・テクはいろいろ書いてるかもしれませんが、一応統一してやっていきたいと思います。では、オリンピックを創立した人がどのようなことを考え、どのような思いでこれを作っていったのかということを皆様と共に考えていきましょう。では本題に入っていきます。1927年、クーベルタン伯爵はこう演説した。もし輪廻というものが存在、実際に存在し、100年後にこの世に戻ってきたならば、私は自分の作ったものを全て破壊することでしょう。教育者として自分が描いてきた理想と現実の乖離が入り、苦悩が言わせた言葉であろう。人類が深く噛み締めるべき言葉である。噛み締めてもらいましょう、これから。はい、何を言いたいのか、これからしっかり言わせてもらいます。アマチュアリズムとは何だろう。クーベルタン伯爵は、スポーツの価値は勝利することでなく、勝利を目指して努力をすることであると強調し、オリンピックで重要なことは、勝つことでなく参加することだ。これですよね。なんか予選大会移してないとか、登場、本大会に出なきゃ意味がないようにしてる、なんか放映してるどこのかの放送局は何でしょうかと、こう言いたくなるような感じでございます。これを守り続けて、モントリオール大会まで続けてきた。この間にこのような問題が出てきた。ステートアマの問題である。その当時、オリンピックで強豪国になったのはソ連をはじめとする東側 共産国の国である。共産国では建前として、オリンピックの選手は国家公務員であるからアマチュア条項に引っかからない。さらに日本でも企業の社員として給与を得ながらスポーツ競技に打ち込む企業アマの形態がスポーツ界では常態化していた。さらに1976年、モントリオールの巨額な赤字が表面化した。この大会ではおよそ10億ドルの赤字が出たと言われています。私はその当時ですね、まあやめればいいんじゃねえと思ってましたけれども、まあでも続けちゃったんですね。ロサンゼルス忌まわしいと私は思うんですけれど、ところこの時レーガン大統領だったんで、余計気に食わなかったんですけどね。まあ前にそういう動画も流してますんで、ぜひ見ていただければと思うんですが、ところが、ロス五輪で復活を遂げた。テレビ放映権で2億8700万ドルの放映料を得ることに成功した。そのうちアメリカ ABC が 2億2500万ドルを支払った。これは最低入札付き入札制度を活用とした成果である。今 CNBC かな、なったとかって話ですけどね。もう一つ大きかったのは、公式スポンサーを1業種1社に絞り、業界内の競争を煽ることでスポンサー料を釣り上げていったことだ。例えばコカ・コーラの立場に立つと、ペプシに公式スポンサーの座を取られると、ロサンゼルスオリンピックでのプロモーション活動ができなくなってしまう。こうした事態を避けたい大手企業は、最低400万ドルに設定されたスポンサー料以上の価格を競って提示してきた。つまり、民間に金を出させる、
ゼニクイムシにオリンピックは変貌していきました。オリンピッククーベルタン精神どこ行っちゃったのかなという感じですね。そしてプロにも参加権を認めるようになった。そしてモントリオール大会の赤字の結果、それではオリンピックそのものが開催できない可能性が出てきた。そこでロサンゼルス大会では市でなく組織委員会と契約するなど苦し紛れの微調整が実際にも行われている。これは高い次元の理念であるオリンピック大会が定期的に開催されることを保障することを重要視した結果であろうと言えよう。いいことじゃないですね。まあひどいですね。オリンピックは近代オリンピック運動という思想から始まっております。思想理念、これを母体にしたのがオリンピックでございます。まあ単にゼニクイムシ、お金が欲しいんであれば世界陸上、ワールドカップ、世の中にはこの手の工業大会山ほどあります。そこで出てきゃいいんです。もう堂々と儲けたいっていう開会は儲けたいでやればいいわけですよ。この時点で破綻してるバブル経済、どっかで見たような、まあどことは言いませんがね。日本とかね、夏のうちはいけませんね。はい。現在今、この日本にコロナでのオリンピック中止問題が起こった。コロナで感染が起こることに国民は不安があり、中止を求める世論は日本国民のみならず、世界のアスリートまでの間に広がりを持って共有化され続けた。ところが、オリンピック競技大会が定期的に開催されることを保障することという理念がはばかってきた。戦争も乗り切れるならば、コロナも乗り切れる。なんかコロナ後の五輪とか、もう理念が空回りしてるどっかの総理大臣いましたね。なんか元総理大臣もいましたね。ボケかけたとは言いませんね。あ、そう言っちゃいけませんね。そういうこと言っちゃいけません。戦争も乗り切れるならばコロナも乗り切れる。これがオリンピック憲章の精神なんだというのは容易が、あらゆるケースにとおいて有効なのか正しいのか疑問だ。そもそもアマチュアリズムをやめた時点で、オリンピックの精神は破壊を始めたのだ。その精神の中心になったのは定期的に開催するということの大原則なのだ。ここに皆さんは疑問を持っているわけです。だから中止するべきだとか、 IOC が言ったとか、なんかわけのわかんない話がここから始まってるわけですね。定期的に開催を保障していた。この担保するための装置が行き詰まっている。オリンピックが儲かりすぎるために、そこに利権が生まれるとともに、行き過ぎた商業主義によって競技の質そのものを損なう事例が生じている。で、大きな収入源であるアメリカのテレビ局の都合に合わせるため、選手にとって好ましくない時間帯に競技が行われることがある。それが行き過ぎであるという指摘が大きくなっている。さらに挙げると、1番ですね。1番、巨大になりすぎたオリンピックを開催できる国や都市が限定されている。2番、巨大なスタジアムの建設などが行われるが、それが有効活用されず、開催都市の財政を悪化させている。日本では98年の、長野冬季五輪が典型である。これも長野、自治体の破綻問題っていうのが一時期出てきましたよね。1については東京の時もイスタンブール、スペインぐらいしか立候補せず、有力な先進国がオリンピックの開催に手を挙げなかったということが1番目あります。2番目はですね、オリンピックの後経済破綻する国数が出てきた。ギリシャ、IMF が入った韓国なんかもその一例ですね。オリンピックの負担は後世に負担になって残っていくケースが近年多くなってきているのであります。さらに続けると、オリンピックで儲かるのは IOC やそのバックにいるオフィシャルスポンサー企業、アメリカの放送局のみであり、開催国にはあまりにもうまみがなくなってきている。負担ばかりが多くなってきているのでございます。
これはこれでオリンピックを開け、冗談でないですよね。バカも休み休み言えと言いたくなっちゃいますね。それならば国別やめるべきでありますね。そもそも、各国周りもやめた方がいいと思いますね。そしてね、オフィシャルスポンサーチーム対抗にしたらいいんじゃないですか。 IBM チームとかキャノンチームってやったらいいんですが、もうそういうふうにしちゃうべきですよ。国巻き添えにするべきじゃないですよ、こんなのね。どうだろうか。そして世界のいろいろな国に転戦するのでなく、ロンドン、パリ、ニューヨークに固定してオリンピックを開くべきだと主張したいと思います。まあとはいうもののね、こうなってしまうと、まあ人気なくなって、まあ大会続けられるでしょうかね。まあ他のまあ国際大会と同じように埋没して、まあ人気のない種目がそれで、なんかわけのわかんない戦いになるのが、もう関の山、まあなくなってしまうでしょうね、この大会そのものは。ということがあります。それで結論はこういうふうになります。なんとか恥の上塗り、もう嘘ばっかりで、ご優作に失したオリンピックも限界に来ている、やめるべきではないか。クーベルター伯爵が言った言葉、この動画の冒頭に示した、1927年クーベルター伯爵がこう演説した、もし輪廻というものが実際に存在し、100年後にこの世に戻ってきたら、私は自分が作ったものを全て破壊するであろう。この発言をしてから100年後、2027年が近づいております。そろそろ考える時じゃないでしょうか。オリンピックをやめようぜ。やめるべきだ。そして感染拡大が図れるなら、これこそ平和である。最後にこれを言いたい。オリンピックを廃止しよう。そして二度と復活するなと私は言いたいと思います。では引用はこちらになります。ではご清聴ありがとうございます。終わらせていただきます。以上でございます。